はーい、お疲れ様です。元つです。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、いきなりステーキさんについてのね、お話なんですけど、ずっといきなりステーキさんって、あの景気が悪い景気が悪いってあ、かなり苦しい状態で赤字だっていうような話が続いてたんですけど、なんと今回ですね、黒字になってるみたいなんですよね。で、その内容がやばいっていうことでね、ネット話題になってるんで、ちょっと見ていこうかなと思います。元つのチャンネルでは、時事ニュースケのことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 とということでね、このツイートからすごく話題になったんですけどいきなりステーキのペッパーフードサービスの21年12月期の連結営業損益は14億円の赤字と2期連続の赤字だった。 一方、時短協力金25億円を営業外収益としたことで、最終損益は3億円の黒字ということでね、ずっと赤字だったのに、あの、3億円の黒字になっちゃったみたいなんですよね。え、マジ復活しちゃってんのうん。時短協力金のおかげでらしいんですよね。で、20年12月期は39億円の赤字にだったんですけど、転換したと、黒字に転換したというふうに言われてるんですよね。いきなりステーキすら黒字だよって言ってね、こんなね、えー、ツイートがあるんですよ。 もうこっちはちょっとリツイートでいいねさせていただきますけどもともといきなりステーキって、あのー、ちょっと調子悪くなってきたのがコロナ前からなんですよね。なのに、えー、コロナあっ でさらに大打撃受けて、えー、もかなり苦しい状態なんですけど今回協力金のおかげで3億円の黒字まで転換しちゃったというようなお話なんですよそれがわかる決算内容がこちらになるんですけどほんまや破産確実と言われていたいきなりステーキが25億2800万円の協力金で黒字決算になっとるということでね転換しちゃってるよってね決算の、ねえー、表をここに上げてくれてるんですけど2021年の12月期の、えー、ものだと営業利益がマイナ -10 14億というような形になってるのに、純利益はね、3億になってるんですよ、黒字になっちゃってるんですよね、で助成金の協力金が25億円もあるということでね、営業外のもので、これ補ってね、黒字化しちゃってるよって、黒字までいっちゃったんですよ。 うんでえー、ちなみになんですけど営業利益とか、えー、純利益に関しては、えー、コロナ禍前から徐々に下がり始めてたんですよねいきなりステーキさん。で、えー、完全にそのもう1期前だと、えー、40, 40億円の営業利益マイナスと純利益も、ね、39億マイナスだったわけなんですけどそれが、ね、今回黒字に転換しちゃったんですよね。 これね、元光は結構問題だとは思ってるんですけどまあ、多くの人も思ってると思うんですけどねで、えー。飲食店への優遇があって大きすぎるということだと思うんですけど元光もね、飲食店で働いてるんで、えー、恩恵を受けてる側なんでね、そんなね、何でもかんでも言えないんですけど、うん、ただですねやっぱりもともと調子の良くないかったも。 ね、会社に対してそれがね黒字転換になっていくほどの、えー、協力金を出していくっていうのはそれはちょっと違うかなって元光は思うんですけどね、うん、やっぱ過去の、あのー、売上とか利益とかを見ながら、えー、それ相応の、えー、協力金を出すとかだったら分かるんですけどもう結構ほぼほぼ一律じゃないですか一律ではないんですけど、えー、ほぼ一律でね協力金を出してるっていうのが今の現状になるんでそこまでする必要があるのかなって 元とはねずっと思ってたんですよまあ多くの人も思ってると思います特に飲食店で働いてない人たちからするとえちょっと飲食店だけ引きすぎじゃねえかって思ってると思うんですけどこの現状見たらだっていきなりステーキさんってね2019年の時からもうもう完全にあやばいことになってきたよって言ってるような会社だったのに黒字転換になるぐらいまでもう,もうこれ見ても額的にもおかしいっすよね助成金のねあのな、ー、比重がでかすぎるんすよこれで黒字転換してるってちょっとねおかしな話なんで ないのかなって個人的には思っちゃいますねうん別に合法だし別に悪いことはしてないんだけどうんまあこちらちょっとリツイートといいねさせていただきますねあ元とみつねツイッターもやってるんでもしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんでよろしくお願いしますうんまあこういう状況になっててすごい色々ねネット上では話題になってるんですよねいろんな人の意見見ていこうと思うんですけどいきなりクロージュっていうことねステーキじゃなくていきなりクロージってこれめちゃめちゃいじられてるんですけど確かにずっとマイナスだったのにいきなりクロージュっていうことでわ、ね ほんと何でもいきなりだよねこの。 あのシステムのね改変とかもそうだけど <laughs> いきなり書いてくるということで今回は黒字がいきなりだというような話です他にはこちらとかねえ時短に効果があるかと当初から言われてた人数制限をしていただけばよかったもともとガラガラの店に時短要請で補助金いくらなんでもやりきれんということでまあガラガラっていうのはね主観的なものかもしれないですけどもともとちょっと何だろうどん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 ,どん景気的に下がっていってたいきなりステーキの状況に、まあ、こうやって黒字になっん なるほど、えー、ほ補助金が出るっていうのはおかしいんじゃないのかって意見ってやっぱ出てきますよね、えー、こちらもちょっとリツイートといいねさせていただきますねであとそろそろなくなるんじゃと思ったらいきなりステーキ黒字かよって、うん、皆さんのその感覚とちょっとずれてたりするんですよ 黒字に言っっててんの今のの今現状でっていうのはね、うん、あと、他には、えー、時短協力金ってそんなに儲かるいっていうことで、まあ、個人でなんか時短協力金バブルみたいなことがね、ニュースになったりもしてましたけど、大手ですらこういうことになってるんですよね。ここまでやる必要があるのかなって、まあ、元光が言ってもあんまり説得力はないのかもしれないですけど、うん、ちょっとやりすぎじゃないかって、もっと困ってる会社が他にはあるんじゃないかなって、元光は思うんですけどね、まあ、こういう状況、うん、どうなんだろう、良いいくはないよね。 少なくとも過去の状況だとか、まあ、利益がどういうふうになってんだとか、そこら辺を見てですね、あの、部外的に、えー、協力金をあの渡していくっていうのが少なくとも良かったんじゃないのかなと、元道は思ってるんですけどね、もちろん審査大変で時間かかったりするかもしれないですけど、これだとね、あまりにもね、あの不公平とか出てくると思うんですけどね、なんで飲食店だときこんな感じで復活できるのだって。うん、もちろんねずっとあのー 調子良かったお店とかが、えー、恐れそれ相応に協力金出るとかだったらまだは、まだは多分わかると思うんですけど、これはちょっとね、行き過ぎじゃねって元光は思っちゃいましたけどね。はい、まあ、ということでね、今回のお話は以上です。皆様の、ね、意見もぜ、ね、ひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。